このとここを例えば掴みます。これ引っ張っても当然こうしかならなくて、はい、ここも破れますよ、これ以上力で、はい、なくてもう2本ずつで、からここはプレートくらいこっちをこうやって、はい、それでは今回の神業太鼓を始めたいと思います。まあ、この番組の趣旨は巷にあふれる、武術家などがいい、やっている、不思議な、体の使い方とか、まあ、そういったものを、ケンジさんから毎回ですね、質問をいただいて、そのメカニズムを、私なりに解説するという、番組です。ぜひご覧ください。じゃあ、早速、今回、皆さんから質問を。はい。はい、ある達人の動画を見ていると、はい、スクールをこう、取り付けているような感じなんですけど、はい、それで相手をこう崩したりとか、はい、まあ、いろんな、それだったりとか、いろいろしながらでも、まあ、体に触れていないという状態で結構崩せているのを、はい、大事なのかなと思いますね。はい、はい、わかりました。はい、はい、まあ、すぐ簡単ですね、これは。ちょっとすみません。はい、これいつも待ってます。あとですね、服ってものじゃないですか。はい、ものですよ。はい、同じなんです。うん、なるほど。で、体についてるじゃないですか。はい、だから、ものだろうとこういうものと同じなんで、そういうものをまず捉え方が大事。服を持って、まあ、崩すっていうのを、その服というものとして認識するなんて、相手の体に触れているもの、これ、ケンジさん持ってる。はい。はい、ケンジさん、相手の体に触れているものですよね。なんか一緒です。はい。で、まあ、ただ一般的には、その武術の使い方じゃなかったら、じゃ例えばこういう棒を持ってる人、まあ、こうやって、はい。例えばこうやって持ってる人を、じゃあ、これでこう崩そうと思っても崩れない。これは一般的には力技で腕力を使って崩そうとするから、ここで衝突が起こるんです。だから衝突が起こるから崩れないし、例えば強引にやっても多分これが折れるか、はい、これ要するに服って柔らかいですよね。で変化する、動く、変形します。これ変形しないんですよ。だから、強引にやるとギリギリまで変形しないけれども、そこから先今度一気に折れてしまう。は逆に折れない。でも同じものには変わりない。この時に武術の場合には逆に柔らかく触れないと相手に影響は伝えられない。力を。さっきのようにぐっと力を入れると相手の手と自分の手の間のこの棒の中で衝突が起こるんです。だからそこで折れるわけ。じゃあ衝突を起こさないためには柔らかく触れる必要があって、だからこんな風に持つよりもなんならこのぐらいでもいいです。このぐらいでここを使わない。ここは触れておく。こっちで体で崩していく。もう一回。しっかりしてください。はい。これだと、こうまでやってない。はい。でも、柔らかく、本当に触れておくだけで、ここを動かさないです。ここは触れておくだけで、こっちを崩していくんです。自分の体自体をこう乗せていくんです。まあ、簡単じゃないですけども、はい、違いますね。違います。その原理です。はい。じゃあ今の原理で一緒です。こうとここを例えば掴みます。これ引っ張っても当然こうしかならなくて、はい、ここも破れますよ。これ以上力で。はい。なくて、もう2本ずつで、からここはプレートくらいで。こっちをこうやって。うまい。なります。ちょっとじゃあやってみましょうか。はい、まずケンジさん、ちょっと服だけ掴んでやってみましょうか。はい。ケンジさんが何に頑張ってくる。大丈夫ですか。はい、じゃあ今度これです。これ難しいんで、じゃあこうしましょうか。こうやって持ってきますので、はい。はい、まあ、1個1個で2本とかでもいいので、はい、触れておいてください。はい。はい。今、手で押したんです。そうです。で、体重はですね、今のは2つ使っていて、手で押しているのと体重をこっちにかける。今のでもう一回やってもらっていいですか。かくってやるんですか。なので、そうじゃない。そっちにいかないです。マスターです。マスターです。マスターです。はい、マスターです。まあ、ケンジさんは、こういったんですね。はい、これは、こういう体の使い方はあるんですけど、こういう場合には、ちょっと違って、
連れておく、ここの関係を、ここの関係は一切感じられないです。わぁ、はい、すいません、質問してもいいですか、はいはい、なんかその物に触れてますけど、物に意識はそんなにいかなくていいんですか、ね、ここからここまでは、はい、まあ、でここからここまでを物と思うんです。だからこことここの勝負っていう捉え、だから本体と本体ですよね。だから物ありますけど、そうそうそう、物じゃなくて物に触れているけれども本体と本体ですよ、ね、だから一つ全部つながっているんです。だからで均一にしてここでやるから衝突が起こる、うんうん、だから触れてる。でもここからここまではもうただの一つの、この塊をここを使って動かすことでこっちの側をぶさらみたいな、その発想でこうやってくる。だからもうそしたらこれでも関係ないですね、うん、これでも同じ動きになってしまう。はい、じゃあちょっとやって。はい、直しちゃう。前に垂れまくるときに、だからちょっとまっすぐ下に、はい、それを引っ張ってますね。はい、はい、今のは完全にケンジさんしか見てない。こっち側の ここに伝えるっていう仕組み。あ、惜しいです。で今のでまたちょっとお辞儀しちゃいましたけど、そうじゃなくてそのまま下にまっすぐ上がる。それはもう自分用がいいです。自分用がいい、はい、相手に伝わらないので伝えようっていうのがないんです。なるほど。ちょっとまた持ってください。ありますね。まあ、ケンジさんがやっているのは、こうやってる。はいはいはい。これは自分がただ下に散ってるだけですね。だから引っ張られます、ね、で、その前にやってたのはこうやってるんですよ。これ衝突が起こるんです、うん、そうじゃなくて、ここのまま、この関係性を常に変えないようにはい、ちょっとやっちゃう。ちょっと待って、はい、これでいいですか、はい、はい、なんか関係性変わってますね。ここ、ピンさんにこっち打ってきてるじゃないですか。あー、そうなんですね。この状態とこの状態とこの距離変わらないんですよ。それ今下に行ってます。そう、ケンジさん真下に行ったら全く分かんない。このケンジさんは真っ直ぐな垂直なんで、はいはい、こっちも垂直に立ってますよね。胴体、胴体で、これは変わっちゃダメです。こうしたらダメなんです、うん、このままこっちにエレベーターみたいな。なるほど。全部変わらないから、こっちがこうなるんです。なるほど。エスカレーターか。そういうことですね。エスカレーター。違う。あ、いや、惜しいです。はい、ただ、ここが変化しているので。まあ、これだけは難しいってことですね。はい、でも、そういうちょっと原理です。でも、今の感じで、だったら、もう一回含もうと思います。多分含むのがやりやすい。ほら、崩しやすいです。本当だ。そうですね。はい。本当ですね。なぜかっていうと、今度じゃあ服でできたりすると、今棒でできなかったりとか、もう硬いじゃないですか。硬いものだから、なんかついつい力入れてしまうんですよ、一緒に。でも服って柔らかいじゃないですか。で、持っても別にもう相手に影響させようがないっていう認識があるから、もう、なんかある種諦めでも無駄な力使わないっていう、多分ことになるんだろうなとは思います。なるほど。だから、なんかその、どうしても例えば腕相撲とかも手でやるのと、例えば指でやるのと、指って力入らないから、そもそももうそれで勝てないっていう認識があるんですよ。そしたらもうその方法は諦めて、なんか違う方法があるだろうって受け入れやすいんですよ。でも、それが硬いものとか、要するに手でしっかりできるっていう状態だったら、ついつい力を使います。まあ、そういう違いがあるので、やっぱこれまで自分がもう無意識に、これはこういう使い方をするもんだって認識してたものをある種捨て去っていかない
と、まあ、うまくできないことが多いと、はいはい、思います。もうこんな感じです。大丈夫です。はい。今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。